ちは今日から平井さんのセコンドでオーストラリアのパースに行ってきます。平井さんの試合がいつでしたっけ？2月11日の土曜日の夜8時とか9時とか試合の進行次第で、メインイベントですね。初海外でメインイベントなっちゃいましたね。やばいっすね。人生初のメインイベント、まさかの海外。しかも前回に引き続き相手はまあタイトル持ってて、まあ、前回もタイトルマッチで、すごいっすね。こんだけ運がいいと後が怖いよね。大丈夫です。しかも相手あれっすよね、 USC のコンテンダーとかにも出れるような選手で、そういうレベルというか、それぐらい実績のある強い相手らしい。チャンピオンですね。まあ平井さんと2人で勝ちに行ってきます。もうすぐ出発なんで、じゃあまた行ってきます。Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? Oh, yeah. Yeah, long かったですね。めっちゃジメジメしてないですか？はい、今クアラルンプール着いて、ここから乗り継ぎしてパースに向かいます。今パースに着きました。めっちゃ暑いっす。ただやっと解放された感はある。いや解放されたけど、もう暑さが違う。ここからドクターチェックして、明日の計量に備えるような感じですね。そしたらじゃあホテルに向かいたいと思います。またホテルに着いたらちょっと回します。では今空港出てドクターチェックの会場に着きました。なんかもうすごい外国って感じですね。めっちゃ暑いです。ここで今平井さんがドクターチェックを受けてます。まだちょっと下出てくると思うんで待ってたいと思います。今ホテルに着いたんで、これから平井さんと2人で走りに行ってきます。平井さん、あと何キロですか？3キロ。とりあえず走って落として最後半周よっかな。よし、まあ、僕も一緒に走るんで行きましょう。ではまた。走ってます。平井さんが後ろにいます。ちょっと道に迷ったんで大体でホテルまで帰ってます。減量してるんで、もうちょいでホテル着くんで、ホテル着いたらスーパー行って夜ご飯買って、平井さんの明日の計量に備えて水抜きをします。スーパーに行ってきて、フルーツとバナナと、あとお肉と野菜の、なんだろう、なんか買ってきました。これを今日夜ご飯と明日の朝ご飯で食べます。今プールに来ました。平井さんとプールでちょっと体を動かします。めっちゃ深いぞ。はい、おはようございます。今日2日目に入りました。まずはパースにあるジムで体を動かしていこうかなと思ってるんですけど、めっちゃ広くてすごいジムです。ちょっと中も見せていけたらいいなと思ってるんで、じゃあ早速行ってみますか。
軽量に向かいます。軽量軽量会場、これが明日の会場です。軽量クリアして、これから平井さんがフェイスフェイスをしますね。もうすぐ始まります。はい、こんにちは。今日はオーストラリア、今2日目なんですけど、平井さんの計量終わって時間あるんで、ホテルから6キロぐらい離れてるところまで走って行って、その公園になんか運が良ければカンガルーが見れるみたいなこと書いてあったんで、野生のカンガルーちょっと探しに行こうかなと思ってます。朝から忙しくてちょっと髪の毛ボサボサなんですけど、今日の動画はちょっとそんな感じやっていくんで、よろしければ見てください。じゃあ走って6キロ行ってきます。はい、今1キロぐらい走りました。道がわからない、きつい、そして充電がない、そして Wi-Fi も通じない。充電切れたらマジやばい。今2、3キロ走って大通りに着きました。あと3キロぐらいかな、引きずり頑張ってきます。カンガルーが見たいんだ俺は、どうしてもカンガルーが見たい。行くぞ、もうすぐ着くよ。あと 500m ぐらい、初カンガルー。よっしゃ、絶対見つけるぞ。なんかいる。こちらなんだ、湖があって、なんか可愛い小さな鳥がいっぱいいるんですけど、いいっすね。なんかいいね。5キロぐらい走ったけどまだ見えねえ、カンガルーいねえぞ。約束とちげえじゃねえか。はあ、めっちゃ綺麗だこの公園。試合前だけど、素晴らしいとこにね連れてきてくれた平井さんに感謝っすね。ここでしょ、ほら書いてあるもん、なんかカンガルーさんいますよみたいな。入りますよ。どこにいるか分かんないからめちゃめちゃ怖い。いや、めっちゃ怖い。襲ってこないよね。まず公園みたいなのがめちゃめちゃでかいんですよ。どこにいるの。サファリパークとかで動物の触れ合いのエリアに車で行かず歩いて入ってるみたいな感覚ですね。マジで超怖い。いた、いた、これカンガルーじゃん。見て、待って、カンガルーカンガルーいた。なんか地元の人にここまで走っていくっつったら、お前はバカかって言われて、でもマジ来てよかった。いた、まだまだ探すぞ、もっとでかいやつ。カンガルーパイセンは
どこにいるんだろう。こう見送るとうんちがあるわけよね。こういう丸い。だから多分いるな、この近くに。いない。でもカンガルーって草むらにいんのかな。待って、いた。しかもめっちゃでけえの、2匹。見えるかな。これ2匹。そこにいる。ほら。おーい君たち。こんにちは。I'm from Japan. How are you? 梅か。よかったな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いっすね。カンガルーさん。一歩でよちよち。おお怖い怖い怖い。立つな。怖い。かっこいい顔してんな。マジ減量にもなるし、トレーニングにもなるし、カンガルーさん会えるし最高じゃん。ってことで、何やろうかな。カンガルーとコラボするか。ちょっと待ってて。ということで、なんか危うく襲われそうになったんで帰りまーす。今日なんか日焼けしたんでバカ痛いっす。はい、じゃあ走って帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日平井さん試合なんで、まあ、この動画出る頃には結果出てると思うんですけど、応援お願いいたします。